カと一緒に温泉の裏山で花火を打ち上げるけど、一緒に行く人？花火、いいですね。私たちはここで見ます。ちょうどみんなで温泉に入ろうって話になったんです。花火の写真撮っておかなきゃ。わかったよ。じゃあミカとおじさんと行ってくるね。水を差すようで悪いけれど、それはダメよ。なんで？時間が遅すぎるわ。裏山は雪が積もっているから、ここより危険なのよ。それなら大丈夫だよ。ここよりもっと危険な場所だって言ったことあるもん。ミカとおじさんと手をつないで行ってくるね。そうですよ。私がベロータをしっかり見守りますから。それでもダメよ。そんなにしたいならここですればいいわ。ここで打ち上げるのはちょっと物足りないかな。大きな花火を打ち上げたいの。だからいいでしょ。気をつけて行ってくるから。花火もたくさん用意してあるし、それにクリスマスなのに花火がないなんてすごく悲しくなっちゃいそう。私からもお願いします。どうしてもというなら私も行くわ。ええ、この辺りの地理を一番理解しているのは私だもの。ただ今はダメよ。空模様が良くないわ。だから天気が回復してから出るわよ。わかった。それくらいなら待てるよ。早く晴れたらいいな。ミカ、どんな花火にする？あと雪だるま？それとも雪の結晶？もちろん全部でもいいよ。うん、いいね。ベロータが打ち上げたいのを全部打ち上げちゃおう。そうだよミカ、そうやって笑わなきゃ。今年のクリスマスは笑顔で過ごそうね。ほら真似してみて、スマイル。早く。スマイル。ミカ面白すぎる。ほっぺも輪っかだし、唇もプルプルしてる。ベロータ。ねえミカ、今日一日どうだった？今年のクリスマスパーティーは楽しかったでしょ？初めてこんな可愛い服も着て、美味しいケーキも作って楽しかったよ。でしょ？私もそうだよ。激辛ソースの雪玉のいたずら、みんなにできて楽しかったし、美味しいものもたくさん食べられてよかった。ケーキも美味しかったし。これからのクリスマスも今日みたいにずっと幸せなはずだよ。そうだね。